結局。野球ってのはセンスが良くなければ話にならない。センスのない奴が野球をするなんて。間違っていたんだ。ここは福岡のとある中堅校。過去に数回全国出場を果たすなど野球の歴史も長い。そんな高校にとある二塁手がいた。その名も長崎健二。練習は常に頑張っていたが、実力を発揮することはできずベンチ。一番の特徴は両打ちということのみ。中堅校でベンチで全国出場なし。プロ野球選手になりたいと思っていたが、彼はその夢を諦めていた。だが、そんな彼にスカウトは注目する。なぜなら彼は代打出場した際の成績が、4打席4安打。まぐれかもしれないが全てヒットを打った。地方大会のみだがそんな彼の活躍を見たスカウトの勇気は注目していた。もしかしたら可能性がある。埋もれている原石かもしれない。その情報を伝えられ監督はプロ志願届を長崎に提出するよう伝える。注目されたって言っても代打だし。まあ監督の言うことでも聞いておくか。大学の誰もが彼が指名されることはない。そう思っていたが、なんとドラフト会議当日、最下位の6位で指名される。これにはさすがに大学中の誰もが驚いた。6位だろうがなんだろうが。プロになれれば問題ねえ。最弱の意地を見せてやるよ。そんな最弱の両打ち、長崎健二のプロ野球人生を見ていきましょう。ということで皆さんこんにちは。今回は中堅校の代打、ドラフト6位で指名された長崎の人生です。大学時代に見せた10割の実力。この可能性をスカウトは信じている。最弱と言われた実力を最強に変えてほしい。ということで1年目。まずは打撃練習をずっと行う。誰からも注目されていない長崎だが、コーチ竹本は彼の可能性に気づいた。こいつ、成長速度が、尋常じゃないぞ。そう、長崎は過去ベンチだったことが自分の中で許せない。せっかくプロ野球選手になれたからには貪欲に成長、成績、を狙っていく。これこそが長崎のボンコツの意地。今は誰からも注目されていないが、首脳陣は彼の実力に気づいている。期待に応えてほしい。続く2年目。ミートバッティングを中心に行い2年で打撃技術はプロ並みに成長。やはり長崎の成長速度は尋常ではない。来年一軍で使い実力を確かめる必要がありそうだ。だがその前に長崎をペナントに留学させさらなる実力をつけてもらう。海外留学と2年間の練習が一軍でどれほど通用するか。来年が勝負の年だ。続く3年目。海外留学でミート、総力に磨きをかけ。なんと打率3割。少ない打席で12安打を記録し OPS7 割9分。期待以上の成績を残せた。彼はもうチームのお荷物ではない。よし、いける、ここからが俺の勝負だ。もう俺はベンチの温め役じゃないぞ。パワーを上げさらなる強化を図りたい。続く4年目。ついにベストメンバー入りを果たす。打球弾道はそれほど高くないが、力強い打撃力を身につける。そのため打率2割6分、本塁打10本を記録。一級品の打者とは言えないが、チームに大きく貢献。ドラゴンズは日本一に輝いた。打球弾道が上がりづらいこともあり、技巧派の打者としてチームを引っ張ることに。大学時代ベンチだったが、4年目にしてベストメンバー入り。やはり彼の秘めたる才能は凄まじい。これからもかなりの期待がかかる。まあ、守備に関しては微妙って言われたけどな。続く5年目。今季はいまいち。打率2割4分、5本と69打点。OPS も5割と低く少し不安が感じられる。だがベストナインに選出。正直大学時代ベンチだった男がここまで来る。そんなこと誰も思わなかっただろう。来年も打撃練習に力を入れさらなる実力を身につけていきたい。続く6年目。能力の向上はあまり見られないも打率2割7分を記録。年俸は8300万と高い成績を残しベストナインに選出。併殺になる癖が少し気になり、得点圏を活かせていない。だが彼は特殊な練習をしても技術が身につかない。今は身体能力をとにかく上げ試合で特別な技術を身につけていこう。続く7年目。前年それほど成長しなかった長島はさらにミートに磨きをかける。やはりベストナインに2回選出されたことにより自信をつけた。これは大きい。守備のセンスがそれほどないのがセカンドとしては痛いが、打撃が強ければそれでいい。しかし少し不安はある。入団時より肩力が劣化。もしかして成長のピークが来たのか。果たして長崎はどうなるか。続く8年目。30歳を目前に打率2割8分となりついに年俸1億。再びベストナインに選出され3連続となる。だが問題なのは彼の身体能力の劣化。全体的に劣化が見られ本格的に不安が出てきた。これからも順調な成績を残せるか。
続く9年目。さらに体は衰えるも打率2割7分を記録。守備力が低くエラーをしやすいガバガバの守備。もはやセカンドでいる状態が苦しい。今季はタイトルを獲得することなく終わってしまった。もしかしたら早熟で選手生命が短いかもしれない。だが、せっかく手に入れたスタメンの座。そうやすやすと渡すわけにはいかない。続く10年目。ミート技術は下がり他の身体能力は劣化。特殊な技術も身につけられないため衰えに苦しむ。そんな中でも彼の活躍は認められベスト9に選出される。まだだ。まだ俺はやれる。やれる。やれる。自分にそう言い聞かせてはいるもののやはり限界というものは近い。コーチより早熟であり衰えが始まっていることが伝えられる。わかっていた。わかっていたが辛い。くっそ、大学のベンチからせっかくここまで来たってのに。続く11年目。衰え続ける体で打率2割7分、さらに左投手を得意とするバッティングを身につける。さらに満塁の場面を得意とする技術を試合で身につけ、新たな能力を試合で吸収していく。体の劣化は進んでいるが根は死んでない。大学時代ベンチで何もできなかった。あの経験を二度としたくない。その思いが彼を何度でも蘇らせる。監督がまだ俺を変えていないってことは期待されているってことだよな。まだ俺は戦力として考えられてるってことだよな。彼ほどレギュラーに貪欲な人物はいない。来年の活躍にも期待がかかる。だが12年目。ついにスタメンから外される。監督は今の長崎の動きでは足を引っ張ってしまう。そう考えたのだろう。だが打率3割を記録し得点圏でも順調に成績は残せている。長崎は少ない打席だろうが食らいついていく。世代交代だろうがなんだろうが自分らしく戦えば成績はついてくる。果たしていつまで続くことができるか。続く13年目。打席数を増やし打率は前年とほぼ変わらず。実力は下がるも成績はそれほど悪くない。左投手を得意とし得点圏も徐々に得意となっている。新たなる可能性を秘めているようだ。年俸は1億をキープ。周りからは、しぶといな、そろそろ引退か。と声が聞こえると同時に、長崎さんの意地を見習おう、という声が聞こえる。後輩のためにも俺の活躍している姿を見せなければな。続く14年目。打率2割8分を記録し再び1億をキープ。得点圏の打率はそこまで高くないものの前年と成績はほぼ変わらない。2年前からコーチより新たな技術を教えてもらうも、正直いつまでかかるかわからない。打球弾道も上げづらく衰えていくのに、果たして長崎はどうなるか。続く15年目。試合数は減るものの安定の成績を残し1億をキープ。ついに自慢のミート力もプロの平均以下の実力になり守備面も最悪。これから試合で使ってもらえるかは微妙だ。果たして来年も使ってもらえるか。これから不安な日々が続いていく。最後まで俺らしく戦おう。続く16年目。ついに代打出場のみ。新戦力が成長し長崎の居場所もなくなってきた。そんな中でも打率3割を記録しなんとかチームに貢献。年俸はキープの1億。こんな俺に1億円を出してくれるなんて。おそらく来年が最後の年。かつてベンチだった自分がここまでやれた。最後はチームのためにバットを振ろう。続く17年目。長崎。引退を表明。代打出場で打率2割2分、OPS5 割。実力不足だと思い彼はプロの世界を去ることとなった。残念ながら1500安打に届かず1488安打に終わり殿堂入りならず。あと12安打。たった12安打に泣く結果になった。だがここまで成長できたのも自分の貪欲さとチームのおかげ。長いプロ野球人生に終わりを告げた。彼は引退会見で大学時代、プロ時代のことを話した。私は大学時代ベンチで誰からも期待されることはありませんでしたが、まさかのドラフト6位でプロ入り。驚きはしたみたいですが、もちろん誰からも期待されることはない。プロ野球で結果を残すしかありませんでした。だけどプロ野球でベストメンバー入りを果たせ活躍することができた。これは私にとってこれからも誇れるでしょう。大学ベンチからプロ野球でレギュラーになった男のプロ野球人生はこれにて終了。実力というものはいつ伸びるかわからない。だが信じれば夢を実現させることができる。そんな夢を与えた選手だったのではないだろうか。中堅校の補欠。基本的に試合は代打のみの出場。誰からも注目されず誰からも評価されない。自分は価値のない人間だと思っていた。だけどその少ない試合出場。大学時代公式戦たったの4打席。これを見てくれる人がいた。少ないチャンスをしっかりと生かす。どんなことでも手加減しない。
本当にそれが大切だとまなんだ。